どうも皆さんこんにちは、おはようございます。またまたバチと一気です。どうもナスがママにのお時間がやっておりました。はい、今回のナスがママには、日本のどこかで、いやいいですね。まあ最近ちょっと増えてますね、日本のどこかで。まあでも日本のどこかでもね、やらせていただければ十分でございます。十分でございます。というわけで今日はですね、もう入場も終わってですね、台も取ってきました、うん、まあすごく少数台のいろんな機種がバラバラに置いてあるタイプのお店だ。僕来たことあるんですけど。なるほど。結構頑張ってるお店なんで、抽選の数も100人ぐらいいらっしゃる。多かったですよ。はいはいはい。でですね、何取ろうかで迷ったんですけど、はいはい、そんな早い番号でもなかったので、まあ、選択肢は狭い中で、最近ちょっとまた再ブーム、私の中で再ブーム来ている、モンハンの黄金資料を。ああ、一回やりましたよね。はい、モンスターハンターワールドの黄金資料が、私比較的得意と。ということがやはり自覚しまして、でただ大団長からの挑戦状、感想レア子役引いたら感想のところをまだボス化してないんですよ、はいはいはい、あ、そうなんだ、うん、いやあれね、なかなかまだ俺1回しかトライできないの、いつもその前の1000枚ぐらいで止まっちゃって、ただそこの1000枚まで取れるっていうのがね結構得意で。なるほど。張ってるんですよ謎に。僕もね、あなたが打ったの見てからね、ハマりましたよ僕も謎に。あれね出るでしょ、はい、困った時のモンハン黄金ということで、今日はちょっと、あそこぶっ刺すのを目標に行こうかなって。なるほど。まあまあまあ、ちょっと今日は大団長からの挑戦状クリアを。そうですね、ちょっとね、団長へ挑戦したい方がもう一人いるんですよ。え、実は今日。あー参ったね。うわー、ダリー、すげえ、本当に気づかなかった。うわー、これもうリアルテンション落ちなんですよね。もう知ってますよ。リアルなえなんですよ。知ってますよ、だから言わないですから。これもうなえぽよですよね。もう朝からなえるな今日は。あー、そうですか。もう早く手に取れよ、早く手に取れよ。そうか、多いな、しがらみっていうのがさ。うわ、いたか。おい、久しぶり。おい、久しぶり。でも松本君ももう仕事選んだ方がいいよ。忙しいんだからさ。ね、もう愛して金にもなせんし、やめた方がいいと思う。おい、全部ね、全部ちゃんと言うじゃねえよ、おめえ。縛りも多いしさ、環境も悪い。あ、そう思うかい。うん。あ、そう。そうですか。参ったな、おい。どうなりますかね、久しぶりに。うわ、めんどくせえ。おい。な、めんどくせえ。いや、意外とあれですよ。視聴者の方は求めてますからね。あのね、もう一部なんだわ。すごい、もう一部なの、一部のファンのために久々にやりましょうよ。そう、一部の人たちが、うん、声の大きい一部の人たちがいて、うん、で8割9割の普通に見てくれてる人たちはもう飽き飽きしてる。本当ですか。飽き飽きしてるのよ。分かんないじゃん、それって肌で感じるの、飽き飽きしてるの。全然求められていないってことは肌でビッビッに感じてるんですけど。覆していったらいいんだよ、まあしょうがないですね、うん、やりましょう。覆していこう。そんなまあね、そんな瞳で見つめられたらやるしかないよ。そうだよ、今長時間指定されてましたから ね俺もダメなのかっていう顔してますけど。俺はもう終わりなのかっていう顔してますけどね。はい、というわけでじゃあ今日は小野くんの力を借りて大団長からの挑戦状をやっていきたいと思います。よいしょ、ね、俺もダメなのか。お前言い過ぎだかんな、マジで。俺はもう必要としか違う。おい、落ち込んじゃってんじゃん、言い過ぎなんだよ、おめえはよ。今日おめえ挽回するか。おめえを挽回したらやばい。おめえを返上して、おめえを挽回してくる。そうだよ。あー、もう取り乱しちゃったよ。あー、傷ついた。傷ついたな。そうだよ。あー、落ち目なのか、俺は。ガチ目に否定するから。俺はもう落ち目。ファンタジーでやっとけよ、お前もう。はい、さあ、それでは。モンスターハンターワールド黄金狩猟を行ってみたいと思います。しばらくやることないのでゆっくりです。やっぱ今もあれですか、パチスロ方面はアラジンクラシックが人気ですか。あー、まあ番長ゼロじゃないかな。番長ゼロ、世の中的に見るなら。あ、レイギエナ来た。小野くん、レイギエナ来たよ。
来たぞ。今ここにいるけど見えるか。ちょっとねお店が暗いんでちょっとね、ちょっとあんま大レベル良くなかったな。え、なんかちょっとあれかもな、すごいこのオトモアイル揶揄してるかのようで、ちょっとカプコンには嫌われそうだな。違いますよ。ちょっとアイルはアイルですから。俺のオトモみたいに見えちゃうもんな。俺も混ぜてほしいな。この、この子はそのモンスターに立ち向かう方なんですか？駆られる方？立ち向かう方？これ引いちゃった。いろんなパターンじゃないですか。連撃タイプとか、溜めて一撃タイプとか。この子はどれかな？捨て。はい？捨て頃。この子の捨て頃でいくよ。すごいな、昭和の。これはもう、昭和の喧嘩師。やっぱ。男は捨て頃だろ。まあそうだね、全員武器持ってるけどね。このライオン界の井上尚弥って呼ばれてたよ。マジかい。手短い。大丈夫、その動き大丈夫。最後これもう、その動きすごい関節いかれそうになるから。その動き何日か。これ以上やると負傷を負うやつじゃなかったっけ。百裂拳やつのすごい速さを求めるとね、関節いかれるよ。ゆっくり行こうね、時間たっぷりあるから。ちょっと小野くんには武器と防具選んでもらうとこだな。そうですね、一番大事なレバーを小野くんの一打で、やはりここはね神の一打をねやってほしいな。修行開始。こいつが引き強いイメージねえんだよ。なんだよ、みさきくれよ。俺はもう別に俺は他のパチスロライターのとこだっていいんだぞ別に。いやこっちのセリフだよバカ。どうかな、相性いい人いるかな小野くんと。行ってこいよおめえよ他のとこに。小野くんは誰と共演してみたい？塩ね。あーまあね、可愛らしいからね。ちゃんとやってくれるかな。塩ねの家に住みたい。あー分かる、いい匂いしそうだろ。なんかね、でもあいつ化け物だから気をつけた方がいい。化け物ってのはちょっと分かんないけど。ちょっと分かんないけど、こっちは女友達っていう番組で間もなく春頃並がれるから。あみんなぜひ見てくれるの。 あ、そうなんだ。あいつ黒い散らかしてるから。へえ、知らなかった。ちょっとね、ふんわり系の性格のイメージはあるけどね。やべーまーみたいな。やべやべ。へえ。あと1回の狩猟で 1.6 本か。回んないね。すごいあれだな。あ、 1.6 本ってこれよ、 HP よ。あそこすごい。ここ勝負どこだな。これここで捉えられないと。あそういうこと、ね、もう一周期だこれ。さあこっからだ。リプレイ引かなければ。状態異常入れ。あーまずい。リプレイ引かれ、リプレイのノーリプレイ、ノーリプレイ。小野くんノーリプレイ、ノーリプレイで頼む。あと5ゲームぐらいノーリプレイだったら終わるぞ。いいよ頑張れ。いいよ頑張れ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 。あっ飛んでないかい。いや微妙に足りない多分。あよっしゃ、いった。よいナイス、小野くん。どうだろう、いいよ。役に立たねえみたいな言い方しやがってよ。こら今日見せてる、今日。よし小野くん、いっちゃいいやつな。レイギエナだからよ。レイギエナ、レベル2かレベル3を欲しいわけ。これ2とね。はい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 、はい、3ね。小野くん真ん中だよ、真ん中。あおー終わり。帰れよマジで。無理だよ。一番弱いやつごめん。まあ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 、小野何回もあるから。右に行けば行くほどいい。攻めて緑、攻めて緑。
りあっちょっちゃん無理だよ装備が。青青青だ。もうベルの引きだこれ。ベルの引き次第。さあ歴戦を。ここでクシャルダオラ以上が出れば出るほど降雪です。あダオラ出た。いきなりクシャルダオラ。クシャルダオラ。いいよ。小田君ベルだよ。ベル引かないと絶対勝てないからハンマーは。オッケー。引いてるよこれ。これ引いてる。今だって出てくから引いて。おめえが押してるだけだから。ああ押し中。引いてくから俺は。なるほどね。よっしゃ。はい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 。斜め。この子左第一ベル。左第一ベル引いて。無理だから当てんのは。まあね無理だね。左第。おいしょ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 。ほら、青きついね。青は武器よりやっぱ二重ゲームってのがきついな。いやリプレイ引かなきゃいけるからだからベル3つあと3つ揃えられればあー終わる。あっぶね抜けた。小野くんベルベルだ。なかなか引かんね。いや引いてんだけどね。よし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 。これがないいハンマーだったらもう終わってんだよな。この子多分ねあとベル一発でいけると思う。中よっしゃおお出た。左オッケーうめえ。よーしいったべいったべ。いや行くこれはいったべ。ノーマル攻撃でいいもん。リプレイしかない。ノーリプレイ。よし、あった。よし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 。届いたー。おー、うめー。ほら、青々で勝ったな。すごいよ。よっしゃ。今日はね、トライするから団長に。ここでエルドラドを突っ飛ばして、カミトリゴールド直というやつもあるらしい。へー。なんかちっちゃくなってねえかおめえ。それはないそれはないそれはないって。なんか物理的にないよ。洗って縮めんじゃねえの。全然洗ってないから大丈夫。洗えよお前。全然洗ってないから。たまにあの消毒してるだけ。やりまーす。おい確定だー。いやここは OK か。はい、20個目さあ行きましょう。最終的に65とか70ぐらいまであそこを育てておきたいね。35% はちょっとまずいな。ねもっと増えるよね大体。まあ40ぐらいは欲しいね。あ、いくらもらえるか。あーまずい。まあなんとかなるべ。3回あれば。よし。さあ大事だよ。35%な。オッケー。2回でいくわ。2回あれば十分だから。あ1回ミスって。あここ。やらかしたな。いや35はでもちょっときついな。35はちょっときついな。よし通った。ほらここにトラがいる。おおおいおいおいいいじゃない。ヘッドバッタナイスヘッドバッタ。よしなじゃねえよ。まあ、2回つったじゃねえか。後がなくなったじゃねえか。ここで50まで上げたいな。無理か。今35ではレア子役がいるわ。ただちょっとでも、お？なんか変な枚数出たぞ今。あ、設定2否定だ。274枚だ。見なし。
みなしが出たわ。変な区切りの悪いところ出るってことか。みなしかつ一発目クシャルダオラ、ワンチャンあるな。40分あれば2回なんとかなるだろう。これもう最初一発目が大事。カットイン、なーし、いいよ、赤文字で。ドーミス、カットインダメ。ドーン、カットイン出た、赤。よし、危ねー、ナイス、危ねー、よし、ラスト。にくいね、今青い人出して、あと1本、50までいってくれ、頼む。なんとか最後が一番きついからな、結果。よしよし、45、45来てなかないね。さあさあ、今日は団長まで行こう。ここが引けるかどうかでは500枚3枚違うわ。ここ行ければほぼ倍になる。おお、力溜めてるぜよ。溜め方、おー、あるよ。あれ今あんな音鳴ったっけ。ブーンみたいな音が鳴ったよ。鳴ったよね、うん、あれって毎回鳴るっけな。ちょっとわかんねえな。きたー、ナイスオロク。よし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 、アクション。さあここからだよ。キリトリゴールド。さあ早くもトライのチャンス。しばらくポイントしながら。よっしゃ、はい、で、玉作った。オーケーオーケーオーケー。だって1000枚くらい出るってことですよ。出玉は作りやすいのよね。多分だけど、ああ、これこの AT 始まってからレア子役引いてねえと思うんだよ。確かに引いてない。それをこの後の5ゲーム間に叩き込むっていうか、溜めてんだね。撫でるの。あと12個。あー、ここで終わり。上乗せとる947枚。だいたいこんなイメージ。1セット目947枚と、まあ、このぐらい取れるやね。そうね。よいしょ。これ繰り返していくと、1セット目で1000枚ぐらい取るって繰り返していくと500枚ずつ玉増えてくから。ただこれね、通常のね、あれで沼るとまあ間に合わなくなるからな。まあ、すぐ当たるがないからね、うん、すぐ当たるもないし、1000枚と乾燥の間がないから、はいはい、出ても1000枚、その次はもう乾燥だから。1500枚とか1800枚とかがないないし、連チャンもしないんでね。いかにこの通常時のそのクエストを失敗しないかなんだけど、リオレイヤーアッシュさんだわ。おお、頼む、終わるな。はい、終了。はい、終わりです。はい、今回は厳しい。ダメー。なあ、早い。あら、大早い。あと、あ、今日はチャンス目だ。このストックなくなった、故障ゲーム数なくなった時に高設定ほど何回もモンスターと遭遇しやすいというあれがある。あ、両側だ。これなんだっけな、両側。次の、次とっていうか、左右高設定した。あ、これ設定しただわ。
もろもろ込みで悪くなさそうだな。なんか悪くないな。もうこれさすがに勝てそう。いやもう届くと思います。さすがにここはここはもうね届きます。4人で鬼神薬のところをかなり引っ張ったんで、ここはさすがに届く。よいよい、303ゲーム2回目の通常クエストで通る。よし、ここもね多分クシャルが出てくるんじゃないかなと読んでるんですけど、その上7テスカとリが出て、7だっけ、テオだっけ、どっちかが出てきたらさらに降雪。いやーこれはレベル1は厳しいよ。登場だ、よいしょよいしょ、出番だぞ。どっちかというとどっちが欲しいの。鉄火勝ちの方が俺は得意。俺はな、じゃあこれな、これをご希望、これリップで引かなきゃいいやつだ。これはもうなんか安定感はこっちの方があると思うけど、こっちは手っ取り早いからよ。へえ、おっち、これなんかちょっと強くなったりするんだろうな。あ、ならないし、抽選する。いや、あのレベルアップしたりする抽選してんだよ。抽選をじゃ外れたってこれな、はい、これ、はい、おい、上手ナイス。ここ大事なんだよな。これ15とかこれこれな、はいはい、おーおー、うめえ。一回やれば簡単だからよ。やったじゃないの。わかったか、一回やれば簡単よ。おいクシャル、おいしょい、悪くない、2連続クシャルだ。ほらこの分、これあの5ゲーム間リプレイ引かないのを繰り返せば大ダメージ出るから。あーこれね、ハッピー。じゃあリプレイ引かなきゃいいんだろ。そう、簡単簡単、これで3、はい4、おーうまいうまい、次が絶対ダメだからね。あーもう完璧、あ、キジン完璧、あららららら、完了。あららららら、おいおいおい、どんうーっとー、おー素晴らしい、ナイス小野くん。リプレイあと4回引かなかったらいいよ。もう2回に、そんなリプレイ引けねえから。3回に1回とか引くとダメってことね。小野さんは15番やっぱ引けないけど、小野くんはリプレイ引けない。小野さんじゃないから。ほら見てこれ、いやー素晴らしい、うまい、ドーン、気持ちいいね。はい、あ、リプレイね、まあ、2とかで引いちゃった方がいいよね。いい、早いところで引いた方がいい。4、はい、はい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 、お上手、はいはいはい、ここで引くの超うまい、完璧、ここで引くのは超うまいよ。あ、これはもう、はい、で、あと1カット、あと4回リプレイ引かなかったらもうこれはもう終了よ。はい、はい、あと3、2、ここがリプレイじゃなかったら決まり、決まった。あ、コイン入ってね、びっくりした、演出出なかったから。おい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 、どう、消えたね、消えた、よいよいよい、バイバーイ。あら、小野くん、もう愛してるんじゃないの。あ、モンスターだから。そうだよね、やっぱガンランスだな。一番ストレス溜まんのも多分あれだけど、途中でリプレイ引いてたらうわーってなるから、4回目で引くとうわーって、ほとんどたまらないからね。よし、いいぞ。さあもう一回団長に挑戦まで行こう。ここまではいいペース、
ただここでねつまずくときは必ず来るから。間違いない。さっきのねだから 40% とかでよく出した方だよ。 45%60 ぐらいまで上がる印象だけどね。60、50ぐらいまではいくかな、60、70はよっぽど強くないと。70とかはねレア子役何個か引かないといかないイメージ。やっぱ50前後で止まる、うん、何も引かなければ。これ1セット目にねこれ30でいっちゃうのまずいよ。あー分かる。3回でね無理だよ。ああこれここはストップあるから試合が倒れたから。ただここで上げとかないとならないっていう1回は今の20ゲーム間で 5% は上げておきたかったんじゃないのっていう。ああナイス。2回だ。はい、ね、レア子役引いてもねなかなかね 10% 上がんないんだよね。あー35厳しいね。でも3回あるから理論上は通れる。よし任せろ。 35% な。はーい、おいいよ。あー勝手になし白い。まあ、こういうのもね通れたりするからな。結構よし、モモちゃんカットインなし。赤文字じゃないと厳しい。あーあらららららら ら, らちょっとモモちゃん、あるあるね、あるある。あ終わった、これは終わった。あーういーナイス。おー1パ4パだでいった。ラッキー、これはラッキー。カットインなし白文字、完全に諦めていた。助かったー。いやいや、小野くんとモンハンの相性の良さがあるから。危ねえ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 。40%、よし、おお取った。45ね、いくるよ小野くん。オッケー、はい、いいよいいよいいよ。おお、マジか、マジか。あとここでレア子役だ。なのこれは通るんじゃない、さすがに。はいはいはい、このレア子役は通るべ。うわーマジかよ。ただね復活がある。ああ今のだいぶ逆に油断があったな。すみません、慎んでお詫び申し上げます。ああ、やっちゃったな。まあでもどっかではこうなるから。このさ、個人的にすごい好きだったなみたいな。サミン、例えばサミン、鬼武者とか風の用心棒。風の用心棒、よし、ほい、よし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 、はい、一番右行きました。はい、ありがとう。あーまずった。これはダメなんだ。これはダメだ。うわー一番ないところでバタッ罠なりなんなりがいるぞ。これグーで殴ってってちょっと遠いぞあこんなでかいだと鳥に。あただ殴るとか無理だろ。殴るだけではちょっと厳しいぞ。相棒いい感じですね。あ、これはまだ。遭遇残ってるか。さあ、ちょうどあと1本。56ゲームリプレイがなければ。うわ、危ねえ。
あー行ったか。あーナイス。うんと、まずい、そのナイスがまずい。わっぶねー。ナイスで届かないのはもうすごいまずい。よしよしよし、はい、あぶねー。よーし、装備は小野くんに釣ってもらう。うわ弱い、プケプケだから。小野くん真ん中だけ勘弁してくれ。はい、オッケー。あ、真ん中だ、真ん中だ。もともと弱すぎるな。これもう、あ、もうじゃあ小野くんもう何でもいいです。もう無理かい。もう無理、何だったら無理ですよ。もう無理ですか。大変申し訳ございません。もうこちらになります。無理ですか。もういや、え、ガンランスだっけ。あー、まあなんとか、全然レベル1でもね、展開に恵まれれば全然なんとかなるんだよね。これ多分ね、クシャだと思うんですよ。あれ、うわー、ガセ、あお、あー、そうね、クシャルダウラね。ここの振り分けめっちゃいいな。クシティさんあるんですか。ありますよ。あららららそう、クシャルダウラがね、選ばれるのは非常にいいので。ワンツーはないんじゃないですか。ツーは否定しますからね。確かにワンツーはないんじゃないですか。ないかも。ワンツーなかったら、だって基本的にスリーってまず入れないだろうからね。えいいかもね。どう設定なのかな。スリー入れないでしょう。正直設定スリーは。いや、それが意外とあるんだよね最近は。あ、中間で。ああ、そう、まあでもさ、全然良いし、まあ、3はでも良心的っちゃ良心的なわけですよね。全然戦える。引きでなんとかやってくれよってことだよね。回復役だ。よっしゃ、よし、なんとかなる。ずっとの君ここで黙って見てるだけだけど。いや、控え、ずっと控えてる。私なんて、私なんて、さっきの青引いちゃったから。私なんてもうちょっとペタしかせ。あー、やりやがったよマジで。今度のてめえ。すいません。すいません。ああ。今リプレイ引いてカウンターでゼロに戻ったよ。最後の1ゲームだけやるしかない。あ、成功ですね。ありがとうございます。うわ、緑。正直そこのループ率なんだと思うんだよね、ここの、あの武器の差って。だから、なるほど、紫まで貯められればあの武器の弱さは関係なくなるから。お尻ペンペンタイムと一緒に、ね、そう多分7割8割9割とかそういうことなんだと思うんだけど、はいはい、あ、そうそう、これでいいのよ、これでいいのよ。紫まで行けば全然ある。この分乗ってても、この粘りよ、粘り。あら、うわー、よし、ういカウンターだ。オーケーオーケーオーケー。ワンチャンある、ワンチャン。これで決めるのは無理、さすがに。ワンチャン、いや、これで決めるのは無理だけど、次問題は次ワンチャンがある。あら、よしよしよし、ワンチャンある。ワンチャンある。蹴らねえ。よしよしよし。で、ここで紫まで貯めれればある。頼む。緑、赤、赤。ああ。ああ。ここがモンハンの面白さ。いったんじゃないか。ああ。ここがモンハンの、あ、いった、リボンだ。あ、急に出てきた。勝ったから、たまたま勝ったから出てきた。ナイス。おのくん大好きな名前。あー、ぶねー。行くぞー。ほいー、ほいー。よしよしよし、頼むぞおのくん。ここはもう千枚取りたいよ。さっきやっちゃったからね。
ここで戻さないと上がんねえな。もっと上がるイメージなんだけどな。設定とか関係あんのかな。いや、ないらしい。ここは設定差ない、ね、今40万か。はい、とりあえずシャルダオラさんのおかげでファーストアタックは確定です。ポイント。さあこっからよ、勝負は。偶然だけど、あのライオンの狩りの確率も成功率 20% ぐらいらしいね。まあでも高いわな。あー、 20% ぐらいらしいよ。よいしょ、40% を3回。あ、チャンスで引いたけど、どうなのこの修正は。これは、おい、今日このパターン、ジョージのカットインなしの白、2-2だ。おー、いいですね。逆になんかあんのかな。ないだろうね、あれで負けるのめっちゃあるからね。最弱パターン。めちゃくちゃ見てるから、あれで負けるの。意外と取れんもんだな。ベルの 5% が全然取れねえな。よしか、いける。あー、もう外れの 25% も取れない。はい、ベルの 5%、 はい、取れた。よいしょ、 OK。 45、ういうい、うい、あ、いいよ。うい、あー、マジ頼む。持ちが強いな。あー、もういつも終わるときこれだね。だが勝ってるからね、今日はここ。赤、おい、こんなことある。はい、最強、ジョージ最強。ないよね、こんなの。ジョージ最強パターン。まず1個乗せよ、50個にしよう。よし、あー、共通。これはもういらない。小野くんが普段サバンナで狩りをする確率の倍ぐらいの確率がこうあるってわけだから、いらない。これも頼む。 20% しか成功してないって腹ペコだな、ライオンと思っちゃって。 50% でも狙われたさ、狙われたら5分の1でいかれるってことでしょ。まあそう、相当きついよ、受ける側はね。受ける側からしたら。ちなみにあのトラは 10% らしいよ、成功率。へー、ライオンは群れだけどトラ単独。スイカの 50% ガセっとるやないかい。こっちもガセった。なんでやねん。あー、 25% 外れの 25% もガセる、さらにガセる。これ 25% だからね。いいんだな、45でいけるんだな。いける、45あれば十分。そうな、普段の狩りの倍ですから。いや、ここは大事だぞ、ここだぞ。ほい、おい、いいよ、いいよ、いい、ある、赤だ。カットインプラス赤は確定。あ、確定フラッシュ出ましたね。あ、出ました。ここの押すと出たりする。あー、うまいね。ここはうまいんだね。やった、やった。はい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 、しばし挑戦状までお休みください。挑戦状までは松本がつなぐから。いや、頼むよ。なかなかここまでだって来れないんだから。千枚帰ってくる、とりあえず。いや、早いな、出るの。出るのは早いよ。え、4セット、出たよ4。ほらね、たまにあるんだよ。ガンガン油断してたけど、ほら、あら、たまにね、短いのあんだよね、5セットもねえやつ。778、マジかい。この分出番なかったよ、多いな。一回ぶっ刺してみてんだよな、大団長。はいはい、いいよ、すごくいいよ。うまいね。あ、すごくいい。
すごくいいです。ラララすごくいい。あ、すごくいいよ。こういうことだね。すごくいい。すごくお上手。このターン伸ばした方がいいんだもんね。そう、今基準薬飲んでるから、これでね、これが続いてるうちは基準薬のここ切れないから、いや、すごく良かった。ここで切れてしまっても、おー、すごくいい、すごくいい、すごくいいよ。何回言うんだよ今。いいよ、何回言うんだ。とてもいい。いいよ、すごいよ。めちゃめちゃ引かないじゃん。勝っちゃうんじゃないのこれ。めちゃめちゃ引かない。いいよ、あ、いい、すごくいい。どんどんどん、よいよいよい。だってこの方に勝つと恩恵でかいんでしょ、どうせ。でかいです。こんな、なかなか知らねえんだからよ。ですね、ちなみにですけど、レベ2、レベ3、レベ2、レベ2、レベ3。ですね。すごくいいです。とてもいいです。すごい、すごいゲーム数、リプレイ見てないぞ、これ。とてもいい。うん、とてもいいです。おー、もうすごいハマってるよ。すごいハマってる。リプレイ感すごいハマってる。緊張じゃないハマり方してる。えぐいです。これはえぐい。さすがにえぐい。さすがのリオレイヤーシさんも、これは参った。これは参りました。チート級。これはさすがに参った。全然リプレイ引かんやん、こいつってなってる。これは。さすがにリオレイヤーさんもお手上げ。あ、ちょっともうこれ以上削れないと。あ、ようやく逃げれるか。逃がさない、逃がさない。あ、ようやく。だがバンジキュース、その保証ゲームがむちゃくちゃある。これはさすがのリオレイヤーさんもお手上げじゃないでしょうか。これ行くね、さすがに。さすがのリオレイヤーさんもこれには隠れていられない。さあ、覚悟を持って出てきてくれました。これは大丈夫でしょう。はい、どんどんどん追加して、ドーン。ああ、ああ、ああ、はい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 。おお、これは楽勝でしたね。リオレイヤーシさん討伐完了です。もうこれはもうレベル3とレベル3を小野くんに選んでもらって、ショータイム出番だよ。ショータイム、小野くん真ん中だよ、真ん中。オッケー、ダオラブリジア、いらっしゃいませ。どちらをお求めですか。ダオラブリジアをください。こちらですね、こちらの商品お目が高い。はい、それではこちらの商品どうぞ。暗くなってるよ。申し訳ございません、在庫切りですのでこちらを。まあ、ないな、しょうがない、ないな。まあじゃあいいでしょう。ないな、しょうがない。あ、ハンマーちょっと不安なんだけどね、ハンマーベル引けないと絶対無理なんで。ハンマーが僕一番苦手なんですけど、申し訳ございません。まあ、こっちはね、赤もらっとけばね。そうですね、ゲーム数の方がね。はい、ペグを求めます。30だもん。バンギスベータをください。バンギス、あ、こちらですね、かしこまりました。ちなみに一番いらないのはクルルベータ。あ、こちら、確かにお客様こちらがお似合いになりますから、それではこちらご提供させていただきます。こちらになります。いや、すいません、たった今売り切れてしまって、リオレイヤーシ倒した意味 で、 です。やってくれたな、おいおい、倒しゃいんだろうな。そうだよ、さっき言われたね、倒したからね。歴戦をクエストクリアすれば文句ねえんだろうな。逃げる気か。これね、ベルを引かねばならないんですよ、ハンマーは。それがね、またね、よし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 、押し順ベル引いた上で押したら当てなきゃならないんでね。俺はもう全然足りないよ。おなか全然足りないって。リオレイヤーシ倒しといて負ける。
わむずいよ。おいおいよいしょ遠いなちょっと遠いまずい50パーあっぶねよけたいあっぶねあっぶね振り回しこれはベルじゃないかよし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 よ右うわどっだる今の外れおいこれあー頼むって枚数全然違うからねうわ最悪今の最悪マジで最悪マジだってあー1000枚クラス違う可能性あるよもう無理くわーもったいねああなんか引いた今の勝てたら結構大幅にプラスも狙えたなそうなのよもったいないとこねもったいねえわほい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 いませんってそんな簡単によっしゃほら、おった。よし。次引かない方じゃんお前。あぶねえ。よし、おのこおめえ挽回のチャンスが。おめえ挽回のチャンスが来たよ。よしよし。こちらでよろしいですか。さっきほど、あ、同じお客様です。こちらで。さっき在庫切れだったんだね。どうご覧ください。しっかりと在庫揃えてますのでじゃあこちらでタオラブリージャー行ってはい、かしこまりましたそれではお待たせしましたこちらになりますおいーやーほーどうぞ頑張ってくださいこちらで装備されていきますかよしよしこれこれ続いてはあの防具の方のご紹介させていただきま す, そうですよ こ, れ大事ですよこちらでららららこちらでしたよねそうですね、はい、はい、かしこまりましたそれではバンギスベータこちらご用意させていただきますいらっしゃいませはいこちらあれこれ全部一番左だないつもえあこっちだなすいませんちょっとこちらの方にただ大丈夫ですはい武器の方があるんで武器がねあ大丈夫ですかじゃあ大丈夫ね松本納得ね俺はもう全然大丈夫 OK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  これはねダオラブリシアがあればよしよしよしダオラブリジアかよし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 があれば全然これはもう大丈夫です、うん、20ゲームでも十分ですほらこれあるなクシャルダオラ出すぎじゃないか出すぎでございますね2の4だもんな出すぎでございますね歴戦オピュースタも小野くんノータッチで2回やらかしてるから小野くん絡みでしかやらかしてねえからこの絡みよし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 あーちょっと早かったね赤でいっちゃったいや大丈夫小野くんの絡まなければ大丈夫だ、うんうん、最高なとこにいけるそう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 はい一発あと、うん、プレーを引かなければ3リプレイ行かなければこれはもう次リプレイ次が外れリプレイ以外だったら確定もういいかいなんで一番危ないところに出すの逆に逆になんでリベンジさせてくれよリベンジさせてくれおいいぞリベリプレイ以外引かれればいいだろそうもう簡単だってリプレイ以外引く方が簡単なんだから確率的にそうだよなリベンジさせてくれこれねえおらこれだよこれこれやったよ早く大団長やらせろっつったよ俺く団長のとこでそれやってくれ
た。気持ち喜んだらね。気持ち張る。よーし。オッケーオッケー。ナイスリベンジ。来た。よし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 。あうん、あよしよしよし、早い早い、今回はグッペス、いいよいいよ、グッペス、もう 45% ちょっと今まで引けなかった分を一気に引いていく、もう 50%、もう 50% です。よし、チャンス目、増える増える増える、これは増えるよ、このミッションは。あーチャンス目、チャンス目、ウィー、どうなんの、65、よし、両方当たってる、これはいったでしょう、両方当たってる、いやついに舞台が揃いましたね、これ。よしよし、ここはもうのんびりとっていきましょう。あ一発でいったね、白、オッケー、はいはいはい、よいよいよ、よしよしよし、いいね、普通に行くだけだから、スッと行くだけだから、さすがにね、はい、スッ、これ1個目使った時にちょっとドキドキするんだね。ここはね、もうここは先に入れときたいね、パッドインなし、パッドインなしも白、はい、はいはい、やらかす、はい、ここだね、絶対大丈夫、ここなんだよ、ここ、ここが一番危ない、絶対大丈夫、すげー簡単に行った、絶対大丈夫、絶対大丈夫、さすがに大丈夫、大丈夫、すげー簡単にやらかした、おいー、はい、終了、ほらー75、4分の1、2連続とか、もうなんだが嘘だろ、嘘だと言ってくれ、これなんだか2なんちゃらだった気がする、嘘だよ、もうやだ、ね、こういうのってやらかしがちなんだよな、もうやだ、これはダメだ、なんだよ、やらかった、もうこれは痛い、これは痛い、しかもまだそこじゃなく、次じゃなくて最後じゃなくて、ここに最後から2回連続 75% ガスってるっていうのが痛い。ウエストを受注しました。ウエストスタート。最高の方ですね。ね、こちらになりますけどよろしいですかね。できれば真ん中がいい。まあそうね。さすがに売り切れるってことはないと思いますね。はい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 。まあまあまあ。ではお待たせしました。はいこちら。そう。あまあまあまあ。いいかな。まあ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 。一番人気なんでちょっとあっちはもう売り切れちゃったみたいで。はいはい。ノー！おっと！こちら！ノー！いきなりの！ノー！いきなりの！いやーちょっと後半尻つぼみだな。あー小野くんの出番も減ってきちゃったよ。今日はもう噛み合わなかったね。一回も挑戦できないな。まあなかなか高みなのは分かっていますけども、うわ追加投資だ、最後の最後に、もうこれダメだったら終わりですよ、これラストチャンスだね、終わりだよこれ、うー無理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 、危ない危ない、大丈夫？おお、大丈夫だ？よいしょ。ねえ、ラストチャンス。まあ、投資が、一号。一号。一号だからまだありえるね。一発でひっくり返せるね。団長に挑戦状送るんだよ。うわ、安っち。逆か、団長からの挑戦状か。そうだよ。団長挑戦状くれ。ちょっとキリンがいいな。双剣がいい。双剣。はい、お待ち。うめえ。いいじゃん。よしよしよし。いいよ。よし。で、小野君、これはもう右。一番右。絶対に右。ああ、はい、お待ち。はいやっちゃった、はいやっちゃった、15ゲーム一番最悪の組み合わせから、総計はさすがにあれだから一発がねえからゲーム数絶対必要なんよ、何よ本当にすいません、チャンス、チャンスなのか本当に、
お、強調中に。これ何かに使えんか、この強調に。どうにかならんか。なんだ、2連。これをな、挑戦状でやればな。あの強調にはな、あー、多いよ。おー、いいよ。おー、でかい。リプレイを引かない仕事が開始。おー、うまい。よし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 。よし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 。おー、集中してるよ。もう小野くんのことなんかそっちのけだ。集中してる。頼む。集中してるよ。いやー、醍醐味ですな。後半の醍醐味です。おーっと、おー、頼む。50%。ノーノー50%。あー、終わり。終了。負けたー。負けたな、後半は。あー、もう終了。時間切れ。大野くん閉店です。あー、もうダメかい。もうダメです。ホタルの光も、はい、以上で今回はご視聴いただけますって、またのお越しをお待ちしております。今日いつから店員のキャラに。おいでは、まあ、ちょこっとだけ回収あるので外で3枚をまとめたいと思います。おい、お疲れ様でした。悔しいね。はい、実践終了しました。どうも。はい、というわけでモンスターハンターの黄金資料行ってきましたけども、はいはい、いや今日はちょっと尻つぼみというかね。そうね、僕は得意な台でしたけども、前半良かったんだけどね。まあ総投資が1万5000円まで膨らみまして、回収が79枚、まあ最後チャンスゾーン失敗しちゃったんだけど、その余りですね。でトータル3枚が46回前貸しで611枚のマイナスとなりました、うん。いやー、ダメだなこれは。ちょっとでもね、後半の負け方、精神を削られる負け方だとね。まあね、後半ちょっと、だから小野くんはもうずっとね、あの店員さんになるだけだったんだけど、小野くんはちょっともうしばらく休みだな。もう1年ぐらい休んでんだよ、これもうとっくに。小野くん、あの今喉痛めるって致命的なんでね。非常にまずいことになるんで、手間なんですよ。だからもう無口だったら別に出てきてもらってもいいんですけど、そうそうだな。喋られるとちょっとね、喉いかれちゃうからさ。かゆいの？かゆんかい？かゆんかい？うん。まあもうちょっとその展開いい時にも呼んでいただいてもらって。あ、そうね。じゃああれかな。また今度、まあ。ね、パチンコかなんかときに。パチンコいいね。パチンコがいいじゃないかい。パチンコだったらすごい楽だから。パチンコだったらすげえ楽でしょ。見てるだけだからパチンコの方がいいね。パチンコだったら全然いいよ。パチンコはね、俺も好き。やっぱこっち忙しいでしょ。そう。ガロー券ぶっ刺せばいい。あら。ガロー券ぶっ刺せばいいんだよ。パチンコの方が得意だな、俺。じゃあ今度ね、また登場するときはパチンコの回かもしれませんよと。おい。おい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 、やめろ。やめろ。おいお前、叩かれるぞ。お前その小野くんファンに叩かれるぞ。お前おいガチリメリ引いてるじゃねえか。小野くんファンに叩かれるぞ。いいのかお前。ああやめろ。どんな恨みがあるんだよ。かかってこい。だっわけないだろ。やめなさい。何やってんのマジ。か首の骨ないからね。でんでん。ガカ。はい、じゃあおしまい。はい、おしまいでございます。はい。